やっと合流できたでガス。村を襲ってた魔物は一通り片付けたはずよ。あとは。そこにいる魔物を倒して村長さんを助け出せば。そう簡単じゃないみたい。まだ面倒なのが残ってたわ。いや、単に面倒なだけじゃないぞ。屋敷へ進む道にも魔物がいる。つまり全部いっぺんに相手にしないとダメってことでしょ。望むところよ。囲まれた時はお互いに背中を預けて戦うでガス。仲間を信じて目の前の敵に集中するでガスよ。私の背中ちゃんと守ってよね。ああ、任せとけ。あら、バリスタじゃない。ここに設置されていたのね。多くの矢を同時に放てる強力な装置よ。うまく使えば有利に戦えるかもね。スターキメラってやつは魔物ながら賢いでゲスな。それにただのキメラに比べて随分派手な色でガス。たとえ魔物でもキラキラ綺麗なやつはつい欲しくなるでガス。はいはい、やっつけたら好きにすれば。まったく緊張感がないんだから。見せてやるぜ、ジオスパーク。物欲しそうな顔してるけど、そんなにお腹が空いてるのかしら。足なんか
食べてもまずいでガス。クッキーされるのはごめんでガス。わかった、行くぞ。読めた。イガブレイク。勝つためには頭を使わないとな。ふう、なんとか一件落着でガス。みんなで力を合わせたおかげでゲスよ。ええ、ほんとね。あ、お屋敷から誰か出てきたわよ。お、おお、村長殿、無事であったか。これはディルク様。大層勇敢な援軍が現れたと思い出てまいりましたが、まさかあなただったとは。我が村をお救いいただきありがとうございます。王でありながら前線で戦われるその尊き精神、必ずや精霊たちの祝福を受けましょうぞ。ぬはははは。そのような大層な言い方をされるとこそばゆくて仕方がないわい。しかしディルク様がはるばるシーラまでいらしたということは、王都や他の町でも魔物たちに異変が起きているということですな。その通りよ。今や異変は各地に広がっておる。わしらは町を救いながらその原因を探っているところなのじゃ。ねえ、あなたたちってエルフよね。エルフは長生きで物知りだって言うじゃない。この世界の異変について何か知ってることはないのかしら。異変が始まった時から我々も懸命に過去の記録を調べているのですが、今回の一件と関係のある記録は、手がかりなしでガスか。やっぱりことはそう簡単に進まないみたいでゲスね。エルフの村長に会えば原因がわかると思ったのにね。その魔物は？え、バカなこと？バクホミラ、大丈夫。みんなを襲ったりなんかしないよ。あ、ダメだよ。これは誰にも渡しちゃいけないんだ。パパにもらった宝物なんだから。失礼。この魔物が被っている冠が光の腕輪にとてもよく似ていましたので。光の腕輪？この世界を形作る大いなる力、光と闇の力を封じた一対の宝があります。そのうち光の力を封じたものが光の腕輪と呼ばれています。光は闇を照らし悪しき者を清める力。それゆえに光の腕輪があれば魔物たちの暴走を止める手がかりとなるかもしれないと思ったのですが。じゃあホミロンの冠がその？いえ、どうやら勘違いだったようです。私の見た限りその冠からは何の力も感じません。よくできた偽物でしょう。偽物じゃないよ。大切な宝物なんだ。とにかくその光の腕輪というものがあれば魔物たちの異変を止められるかもしれないってことだな。じゃあ光の腕輪を見つけられれば異変の原因が何なのかもわかるかもしれないってことかな。うん、ねえ、二人も私たちと一緒に行かない？目的も同じみたいだし力を合わせましょうよ。それにホミロンも随分懐いちゃってるし。実はあっしもこいつとさよならするのは寂しいと思ってたとこなんでガス。それはよい。そなたたちもどうやらこの世界の謎を解きたがっておるようだからな。どうじゃ、一緒に来ぬか。そうね。それじゃあお言葉に甘えて
ご一緒させてもらうことにしようかしら。みんな、よろしくね。ああ。